カバー範囲が狭いな。もっとタワーを稼働させなきゃ。どうもマギンズさん、家賃の件だったら。パーカー君、これで3回目だ。最後通告だぞ。立ち退きの手続きを。あ、待って、今週末に給料が入ったら。営業終了時間までに全額支払わなければ金曜日に手続きを開始するからな。それじゃまた。はあ、最悪。リーさん。やあピーター、パーティーの準備ができたよ。オッケー、向かいます。でもあのドライバー腕いいな。マンハッタンのラッシュであの運転。強盗に遭ってる。お待たせ。最近の強盗って根性ないな。ありがとうスパイダーマン、虚勢はけつかれちゃった。チーズ。サインしてもらっていいですか。私のヒーロースパイダーマン、最高。あんた本物のスパイダーマンじゃない。
いじめっ子って好きじゃないんだよね。殴った分だけ殴られるってね。さすがヒーローね。あいつらけだものよ。カバンどこに置いたんだっけ。リーさんはキッチンで準備をしてるはず。犬はどうなる？よう、ピーター。欲しいものを思い浮かべれば。よう、ピーター。元気か？あの、リーさん、遅れてすみません。時間通りだよ。準備が終わるまで彼女の気をそらしておいて。任せて。おばさん、元気にしてた？ピーター、突然どうしたの？手伝う？ええ、助かるわ。ああ、確か重い荷物が。ダメ、待って。いや、つまりその、後で手伝う。実はその、今日は、ちょっと話があって。あら、そうなの？ん？そのピーター、様子が変よ。お金がいるの？いや、まあ家賃は滞納してるけど。でもそうじゃないんだ、平気だよ。また恋の悩みね。そんな、まさか。 MJ のことは本当に残念だと思うわ。いい子だしね。だよね。でもきっと子供も可愛かったはず。ちょっと、なあピーター、何なの？ほら、話して。おばさんのおかげで僕は大学を卒業できただろう。見返りも求めず、おばさんは必死に働いてきた。みんながおばさんみたいだったらなって。その通り。5年前、君はここにやってきた。人助けをする私に感銘を受けたと言ってね。君のおかげでここまで来られた。今までありがとう、メイ。そしてこれからもよろしく。今日はありがとうございました。大したことはしてないよ。いつも言われるんです、一人を救えばみんなが救われる。彼女に市長を説教してもらうといいかもな。あ、行かないと。あの、パーティーありがとうございました。本当に感謝してます。ユリからの留守電だ。外で聞こう。どうも。ゲーム中？どっちが勝つと思う？俺だよ。あんたボケたんじゃないの？ピーター、私の勝ちだよ。ポイントは楽しむってとこだろ。
ユリから留守電だ。どうも、フィスクの私物を扱ってるオークション会場で警報が作動したの。見てきてくれる？こっそりね、大ごとにはしたくないから。フィスクの私物セールか、面白そう。キングピンのお宝拝見しちゃおっと。どうしたの？鍵落としちゃった？だ、パーティーの途中で帰っちゃったの？ああ、ダボに用事があって、ごめん。謝らないでちょうだい。あの時にあなたが言ってくれた言葉、とっても嬉しかったわ。いいおばさんか、いつも不安で。何言ってるの？親もベンおじさんも亡くなったけど、おばさんがいてくれたからこそ僕はここまで来られたんだ。私もあなたがいてくれてよかった。それだけは伝えておきたくて。おばさん、なんて言えばいいか。ああ、悪いけど D さんを手伝ってあげなきゃ。切るわね。それじゃピーター、愛してるわ。僕も。この試作品のスパイダー全部隊へ、武装強盗が発生、応答願います。出動可能な隊員はクライアントに向かってください。犯罪者には積極せず代わりにぶちのめしますって看板に書いてあったろ。フィスクがいなきゃ平和かと思ったけど、考えが甘かったか。トレーディングカードの交換ってわけじゃなさ。そう。ああ、君たちキングピンの訓練生？かわいい。犯罪の中でもドラッグは一番嫌いかも。トップ5に。こっそりって言ってたな。裏口を使おう。
そろそろ我慢の限界だ。ファイルは一体どこにある？他にも人がいるの。きっと持ってったのよ。あの仮面何者だ？ここには俺たちしかいない。ファイルを見つけなきゃ命はないぞ。まずいな。バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。ユリ、警報は本物だったよ。仮面の男たちと人質一人、強盗事件ってとこだね。了解。部隊をそっちに送る。それまで事態が悪化しないように頼むわよ。やってみる。時刻保持警惕。バレないようにやるぞ。気づかれたらまずい。听见有声音。上から吊るされてると気持ちよさそう。こいつを上に吊るして。うわ、危ない。急がないと、怪我人が出る前にね。眼睛睁大点、有開了。なんだろう。これってもしかして動くな。あのさ、動くなって言われるたび守ってたら。ピーター、元気？ MJ、ここで何してるの？そっちと同じ、仕事よ。というか、だった。あ、そういえばこれ君のだ。うん、ありがとう。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた？まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね。ああ、どちら様？どうも、メリー・ジェーン・ワトソンです。フィスクの件で取材を。クレイグとは明日の約束だけど。私、せっかちなタイプで。私は違うわ。明日来てちょうだい。ああ、はい、すみません。ああ、クレイグ？ごめん、ただ表紙は変えないとダメになるかも。わかんない、あ、
表現派の作品とかは？やっぱり今日やってもいいわよ。本当に？もちろん、善は急げよ。ありがとう。クレイグ、やっぱり平気そう。始めましょう。自動車です。英語は1を押して。品物をよく見ておいてちょうだいね。準備ができたら爆蔵のところに来て。はい。シムカリア、ニュースになってなかった？初めてピーターがフィスクと戦った時、これで切り刻まれたんだっけ。瀕死のピーターがうちの庭で倒れてて、パパの車で救急病院に連れてったんだよね。それ以来、看護師 MJ 大活躍なんだね。準備ができたら教えて。わかりました。この傑作から始めましょう。一点物の柿右衛門の爆よ。わあ、綺麗。三船ですか？そうよ。フィスクさんはとても趣味がいいの。彼とは逮捕前からのお知り合いですか？まあ仕事上はね。販売のお手伝いよ。先に行きましょう。ここにあるのは伝統的な垂らし込みのにじみ技法を使った極上の一品よ。この匂い素晴らしいですね。これがフィスクのお気に入りだったんだ。すごくフィスクっぽい。相対性を好んでたわ。静かな想像の中に破壊の叫び声が聞こえるって。取り扱った品物の中に非正規のものもあったんですか？いえ、まさか。あるわけないでしょ、私が知る限りは。このお茶会用の鉄瓶の複雑な細工を見て。検察局の友人がフィスクは美術品販売を利用して盗品を売ってるって。私がそんなこと知っているわけないでしょ。ですよね。ただその彼も逮捕されたし、何かおかしなことに気づいてたなら。悪いけど実はもう時間がないの。今のうちに表紙用の写真を撮りましょう。あなたの取材をするってさっきの友人に話したら、名前に聞き覚えがあるって言ってて。とにかく写真を。そこに立って。本当に何も言いたいことはないんですか？ほら、オフレコでいいから、フィスクの活動について。あなたの読者はそんなことに興味ないでしょ。もう待ってて。ああ、待って、あれって写真撮らないと。なんで？あ、よし。クレイグ、かけ直すわ。ごめんなさい、今日はもうおしまいにしましょう。ああ、トイレを借りてもいいですか？ええ、ついてきて。ありがとう。ここ、本当に素敵な場所ですね。ええ、あなたは見納めになるけど。角を曲がったところよ。急いでね。もちろん、すぐ戻ります。ああ、クレイグ、ちょうどよかった。あなたがよこした記者、約束してた宣伝用の記事書くつもりないみたいで。いいえ、ここにいるわ。なんとかして奥の部屋に行かないと。あの像が予想通りのものなら特ダネになること間違いなしだもん。彼の予定が変わったですって。静かに。あなたの記者じゃないなら一体誰なの？今この会場にいるのよ。嘘でしょ。あなたに解決できるとは思えないけど、今はとにかく潜入調査中の記者を逮捕してもらうのが先でしょ。あなたに落とし前つけてもらうのはその後よ、クレイグ。まずい、怒ってる。もちろん今のは脅しよ。ええ、そう。ええ、そうして。
分かった。ピーターから聞いたことがある。ここに証拠を隠してたって。押収されなかったんだ。この像を開けられるんだっけ？どうやって？後ろに仁王像がある。でも何か違う？ずいぶんフィスクと仲良さそう。何かを持ってるみたい。片手に持ってるあれは何？像は動かせる。代表的なポーズは秘めた力。口を閉じて左腕を下ろし、右の手のひらは正面に。うん。もしかしてパーツが動くのかも。何かを持ってるみたい。片手に持ってるあれは何？カタログには2つのポーズが載ってた。口を閉じて左腕を下げて、右の手のひらを正面に。よし、あともう少し。でも何か足りないみたい。前に見たことがある。何かを持ってるみたい。違うみたい。ノーマン・オズボーン。これは何？デビルズ・ブレス？一体何の…あ、何？
すみません。ちょっと、あなたここで何を。まずい。ゾウ、どこで。そこに。把文件找出来。出口に向かってたらあなたがいて、殺されてたかもしれないだろ。自分こそさっきやられそうだったでしょ。聞いて、誰だか知らないけど狙いはこのファイル。でもあんなにたくさんいたら脱出できそうにない。よし、オーケー。じゃああそこに隠れて、僕が悪者片付けたら君は逃げるんだよ。わかった。会えてよかった。ああだね。こんな形の再会は予想外だけど。笑える。私は予想してたよ。MJ、香水変えた？ほら、集中しろ、集中。待って、行くわ。こいつらを片付けないと進めそうにないな。ピーター、正面付近に隠れた。合図をくれたら脱出する。 OK。 でもあのファイルは、なんであいつらそんなに欲しがってるの？デビルズブレスって呼ばれるもののメモ。フィスクはその研究所の建設を請け負ってたみたい。それが何なのかわからないけど、フィスクが怖がってるパンドラの箱だって言ってね。あのフィスクが。君とファイルを脱出させなきゃ。待ってて。バレないようにね。お願い、殺さないで。よし、片付いた。油断するなよ。これで全員。ちょっと話してってば。 MJ、やめろ。隠れて。人質を取るなんてお前ら卑怯だぞ。うわ、あんたたちなんで手が光ってるわけ？もしかしてお化け？お化けは初めてかも。ほら、亡霊とは戦ったけど、でも現実には亡霊はお化けじゃないでしょ。お化けは亡霊だが、全ての亡霊がお化けではない。わかる？ああ、お化けっていうよりエネルギーって感じに見えるけど、まあいっか。お化けと戦うはやりたいことリストにキープ。どうしよう、数字だ。
今日の有酸素運動完了。うん、古そうだな。あの人に聞けばどこのものかわかるかも。それはまた後。クレイグと話した。あなたヘリテージアーツの記者どころか職員ですらないわね。そんなこと言いました？どうも、デイリービューグルのワトソンです。あなた絶対にここで見たことは記事にしないでしょうか。教えてください。盗まれたファイルは一体何のファイル？そう、何のこと？このオークションでフィスクがこれまで売ってきた盗品については。お宅の編集長に弁護士から連絡させる。ミク？この半年のことは帳消しで。ここいつからイタリアンになったの？わかんない。でもフライドポテトは今も健在。よかった、街一番だもんね。仕事はうまくいってるの？うん、まあ。たった今、今夜のふざけた行動のことでロビーからメールで叱られた。明日法務部から呼び出しだって。何度目だろう。ああ、記事を読めば分かってもらえるさ、昇進間違いなし。で、仮面の男たちどう思う？ただの強盗だろ、どう思う？うん、それだけじゃない気がする。事件の話はやめよう。それで自分はどうなの？ほら、昇進はした？まだだよ。でも大成功まであと一歩なんだ。オズコープならすぐ雇ってもらえる。ハリーに電話をすれば。分かってる。でも博士の研究で大勢が救われる。あそこが僕のいるべき場所なんだよ。あっちの仕事より大事なことなんだ。前はそんなこと言わなかった。この半年いろいろあったんだ。どうしてここに呼び出したの？ほら、友達は夕飯一緒に食べるだろ。友達？私たちが？なれないかな、君さえよければだけどさ。重荷になるんじゃなかった？そうかもしれないけど、その荷物にはいいことだってたくさん詰まってるんだ。例えばお金に、鍵に、リップクリームも。どうして別れたんだっけ？それって引っ掛け問題？いいタイミング。また話せる。行って。お気に入りのカッポレが、あ、いやいや、カップルがよりを戻してくれて本当に嬉しいよ。いや、僕だよ。3番街のパトカーの行き先は。ハーマン・シュルツがまた何かしでかしたみたい。ショッカーか。仮釈放中だよね。
そうよ、まんまとやられた。平気だよ、ハーマンは可愛い方さ。夜にはライカーズに送り返すよ。仮面姿の悪人から元カノ救って一緒にディナー食べて、しかも今度は衝撃波打って強盗するイカれた悪党を捕まえに行くのか。ほんと死ぬほどありふれた生活だよね。研究所に置きっぱなしか。友達に作った道具だ。私は構わないが、女性委員会に見られたらまずい。大丈夫、ちゃんと片付けておきましたから。僕の友達も感謝しているはず。彼のこと好きじゃない人もいるし。あのジェームソンのラジオ番組か。おいおい、この世界で偉業を成し遂げるには、おねんねしてない。あんな人物を気にかけちゃダメだ。おいとけよ。名言ですね、博士。それじゃ、技が残るね。リーダーボコボコ、ドラッグ撲滅、それが僕流ってね。車呼んどいたよ。赤いライトピカピカ点滅させてるやつね。私はノーマットの近辺。あんな運転してたら誰かが死んじゃう。でもあのドライバー腕いいな。マンハッタンのラッシュであの運転。